ラジオコンプレックスブラザーズ、ラジオコンプレックスブラザーズ、 RCB ラジオコンプレックスブラザーズ。ヤマト工房サウンドクリエイターのヤマトリンです。皆様1ヶ月以上、大変お待たせをいたしました。RCB、約1ヶ月半の、お休みをいただきまして、急遽でございますけれども、なんとか復帰をいたしました。実はですね、2回ほど収録自体はあったんですが、それをですね、私が編集できずにずるずるいくという、まあ、1月に CD の発売があり、次の仕事が決まり、合間合間に、やっと少しミニ四駆ができるって言ってミニ四駆ちょっと遊びすぎてしまったっていうのが一番の原因なんですけど、まあ、後者の方が原因としては小さいかな。はい、ということでですね、復活の RCB、 この第53回 RCB に関してはですね、その2回撮った、回をですね合体させてだいぶ長くなっております。そんな RCB 53rd Complex 1ヶ月遅れの新春スペシャル、ステイチュン。ニューデイこの空、新年一人大喜利スペシャル。やっ、はい、毎年恒例になりつつある一人大喜利のコーナーでございます。インカ君が一人大喜利に答えてくれると、私が出題側にいるというそう、いつもあなたがやるのが楽しくて、僕はこれこのコーナー好きだったんですけど、あ、そうですか。やることになっちゃってですね、はい。ちなみに私ね、今回4つのテーマをですね用意して、どれか1個選べと。はい、でとりあえず私が考えた4つ言っときます、ね、はい、言うのね、ここで。はい、1つ目は、私あのヤマトリンが出しているインスパイアテクノ2017年夏コミでついにタイトル解明、そのタイトルとは何。はい、RCB を語るに不可欠なエンディングコーナー、今週のセクシー、実はこれまでのセクシーに隠されていたメッセージが、それは何。何なんでしょうね。3つ目はシャアが地球を寒冷化しようとした本当の理由。はい、そして最後が100円ショップダイソーで発売してたったの3日で販売停止になった幻の商品、それは何。はい、これどれ選んだんですか。難しかったよ。うん、ではまあ、あのインスパイアテクノの解明の方で私は行こうかなと。はい、分かりました。インスパイアテクノ2017年夏コミでついにタイトル解明、そのタイトルとは何。お、本当にさ、一つごめんね、言っていい。おぎりって苦手なんですよ何度も言ってるよね。本当にこれ、この番組で死ぬほど言ってるけど、言ってるね。インスパイアテクノ新タイトル発表ですって言うんで、はい、答えてくださいね。じゃあいいですか。はい、行きます。はい、頑張ります。よしよしよし。じゃあ1本目、インスパイアテクノ新タイトル発表です。本当にあったそうめんを使った音楽集。全然ジャンル変わってんじゃんでもね、あながち間違ってなくて、そうめんはないけど、あの何か全然関係ない変な道具を使って、いろんな音が出る道具を使って曲のアレンジをするってのは考えたことある。パーカッション全部自転車のあっちこっちを叩いたっていうのをあのやろうかなって思ったことはある。ハンドルもね、叩く位置で響き違うんだよ。じゃあいいじゃん、じゃあいいじゃん。そうで、あのスネア代わりに、あの何、泥除けのあたりをこうパチンパチンってタイヤに当てるとかさ、結構考えたんだよ。結構考えてやめた。あの、これ一個一個に意味を考えられちゃうんですか、これ。いや、わかんない。あの、考えられるものは考えるし、はい、考えられないほどつまらなかったら死ねって言うから。すごくない、この司会者。死ねって言うんだぞ。そう。はい、じゃあ二つ目。インスパイアテクノ新タイトル発表です。ブスを木槌で殴る音その4。1から3が売れたから4が出たはずだけどさ、1から3が売れた理由が気になるよねあと木槌もさ、各国いろいろあるわけじゃん。日本版とさ、アメリカ版みたいな感じでそうそうそう、あのトールハンマーみたいになってるのもあればさ、いわゆるトンカチみたいになってるのもあるしさ、これもこれやばいんじゃないかっていう音出ちゃう時あるからねあとね、多分5か6あたりにだんだんネタ切れ感が出てきて、多分ね、あのキネあたりでやってるのあると思うんだよね持つ方ね、持つ方ね。インスパイアテクの新タイトル発表です。Yes, Falling Devil。 ちょっとね、シリーズ感を感じた1個前のやつと
なんでガンダム編ボリューム1ボリューム2みたいな感じで木槌で打つ音とフォーリンデブは多分1、2あたりなんだろうなってちょっと思わされた今。流れがあるからね。流れが。君の流れを感じたよ。そう。ちょ、4つ目の流れが気になるよ、ええ。インスパイアテクの新タイトル発表です。サンセット独居。これもね、実は考えたことあるんだよ。え、なん、近いこと。サンセットはともかく、はい、あの、夕暮れじゃダメ。独居の、お経の、はい、がさ曲の中に組み込まれてるやつとかあって、あ、はいはい、あのしかもそれが結構俺のラインナップでありなやつでゲッターロボの曲にあるんだよ、はい、だからやろうかなって思ってたから1曲だけサンセット独居になりかけたもんね、割とリアルにね。あ、本当に。はい、次いきます、はい、インスパイアテクの新タイトル発表です。それでも株は抜けません。あ、童謡が収録されてるやつかな多分な。おむすびコロリンとかも多分同時収録されてるやつでしょ。そう。でその中のエリス、俺の中で、あ、これが一番、あれよくあるじゃん、アルバムのタイトルでさ、はい、アルバムのタイトルになってる曲収録されてるじゃん、表題曲、はいはい、死ね。インスパイアテクの新タイトル発表です。ヤンデレのヤマトリンに死ぬほどイコライジングされて寝れない CD。 それ本当にやったことある。近いのやったことある。あの声部でやったことあるよそれ。ヤンデレじゃなかったけど、なんかその手のやつを1回だけ作ってあの上げたことあるけど瞬時に消したね。はい、次いきます。インスパイアテクの新タイトル発表です。田舎そばってあるけどシティそばってないよね。何を目指してるのかもう分からなくなってきてるよね。お前本当に大喜利苦手だな。はい、インスパイアテクの新タイトル発表です。酔いどれフォッサマグナ。フォッサマグナってあれだよね、地理とかで出てくるやつだよね。あの社会科の地図とかに書いてあったりするような、はい、ワードだった気がするんだけどさ。そうそうそう、あれなんだっけそれ。そうそう、あの地質学のあのあれだよ、うん、溝。本当に俺の博学さが今露呈したから次に行こう。インスパイアテクの新タイトル発表です。もうないんだよね。ないんか。もうないよ。ないんか。もうないよ。インカとかけてないんか。はい。今のが最後ですよ。来年はね、俺がやるわ。あまりにも不思議なところに入っちゃうでしょ、だって。なんかね、いや、独特だから、これが面白いっていう人にとってはもう多分ね、ゲラゲラワッハハで多分もう血を転げ回るほどに面白かったと思うんだ。ゴロ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 っつってやるぐらい面白いんだと思うんだけれども、はい、そうね、なんかやっぱ難しいよね、笑いのツボってね、どうやってつくかどうかって。お疲れ様でした、はい、体調の悪い中カラオケで喉を枯らしてきたそうなんですよ、久しぶりにね。カラオケで全然喉潰したりとか風邪で喉潰してさ、全然喋れない時ってさ、体ピンピンしてるはずなのにさ、なんか妙にさ体の動きが鈍ったりしない？鈍る。あの思考もちょっと落ちない？落ちる。あれ不思議なんだよね。あれ不思議、まあ、でも多分俺らがおしゃべりさんだからだと思うんだよね。そう、ただねこれね本当にね今日嫌だったのはね、あの一応やっぱレビューするわけですよ、自分でやったものに関して。他の人にそう、ね、こんなこと言おうと思うんだけどどうかなって言ったら、インカネーションさんは大喜利やんないで普通に喋ってた方が面白いですよねって全否定されたんで、今日挑むのがすごい嫌でした。もう二度とやりません。はい、以上芸春新年一人大喜利スペシャルのコーナーでした。ありがとうございました。お後がよろしいよ。リンカルト Q！ はい。嘘。嘘でしょ。久々の乗っ取りコーナーです。さらにだぞ。1月1日が誕生日の声優さん、池田雅子大先生。彼女のデビュー作は何でしょう？ちなみにアニメの銀河鉄道39のメーテルの声の人ね。デビュー作でしょ？デビュー作。もう皆さん知らないと思うんですよね、多分ね。あ、本当に。うん。あんまりちょっと有名じゃないかもしんない。うん。あ、でも、いや、一部の会話で有名ですね。あの、ゴッドファーザーですね。はまき加えてるのが池田雅子さんです。正解は、風の子でした。このコーナーは、私、ヤマトリンカインカネーションに出題するクイズを募集しております。番組のホームページ、メール投稿フォームからお寄せください。ひどいわ、お前。もう、びっくりするわ。
ゲームセンター RCB ポケットモンスターサンムーン報告会。はい、アローラ塚何匹でしたっけ？ジャスト300匹でした。300匹多いよ、はい、アローラだもん、うん、アローラだもんね。だって初期なんて151しかいれば倍ですからね、ほぼね。そうですよ。なんだろう、あの初期のポケモンよろしく、バグ出なきゃ出ないっていうポケモンがいなきゃ大丈夫です。一応 100% って画面には表示されて、そのほら図鑑が埋まったら持ってきてねって言ってるさ、人っているじゃん、初期のやつでも。はいはい、うん、それはいたんですよ。おう、コンプリート数何もらえるの、うん、アイテムでね、なんだっけな、あの、なんで知ってんのそれ。コンプリートしたら、あの、なんだっけ、光るお守りとかっていうね、あれをくれたよ。さらっと言ったな、お前。コンプリートしたもんって、お前。なんと、正月にコンプリートをしてしまいました。おめでとうございます。ありがとうございます。早くない？ 1 ヶ月今日じゃないか。いや、あのね、ゲームのさ、おかしいでしょ、あるシステムを使ったら加速度的にクリアできることが分かってしまって。これ、不正が働いたんじゃないですかね、これちょっと。いやいや、そんなことはないんですよ。審議しましょうか。何をやったんですか？今回のゲームにはですね、まあ、グローバルなんちゃらだと思うんですけど、GTS っていう機能があってですね。GTS？ グローバルトレードシステムかな、多分。グローバルトレードシステム、インターネットにアクセスするじゃん、DS で。はい。で、その GTS っていうところを使うと、自分のなんかのポケモンをその GTS システムに預けておくの。一匹だけ。で、うん、欲しいポケモンを選んで決めておいて、ほっとくのしばらく、はい、でそうするとインターネット上の誰かがその GTS の一覧から自分の欲しいポケモンがいたら、その交換できるわけ。え、僕はこれ出します、なんか僕欲しいのこれなんで、この欲しいやつと交換できる人誰かいたら交換してください。置いといたら半日ぐらい経ってからパカッと開けてもう一回その GTS にアクセスして、交換されてたらその交換されたポケモンが送られてくるのよ。はぁ。で、おそらくなんかそういうのをしないと、サンムーンでさ、一人でしかやってない、俺みたいにさ、友達がいっぱいムーンだったり、サンもやってたりとかっていうのがないさ、ぼっちもいるじゃないですか。まあまあ、ね、そらそうだ。僕は仲間が今回いっぱいいたんですけどね、珍しく。ずるいよね、うん。そう、すごく珍しく。そう、なんですけど、すごいね、それ。それをインターネットを介してやれるっていうのと、あともう一つはミラクル交換。っていうやつ、ランダムに手に入るやつでしょ。そう、何が送られてくるか分かんないって。それだけで集めようよ、それだけで300いこうよ。いや、それはちょっといくらなんでも無理でしょっていうので。いや、すごいな、この GTS、 あの機能僕知らなかったわ。そう、俺も知らなかったんだよね。どうする？まあしょうがないからさ、ちょっともう早いね。はい、そう、次の企画を考えなきゃいけなくて。はい、今年の1月になってポケモンバンクがこう解禁になったわけですよ。ポケモンバンク解禁に合わせて、全国図鑑も解禁になったと。ということは300匹じゃなくて1000匹ぐらいのチャレンジ。1000でもいけるか、わかんないんだよね。そう、まあ、なので、まあ、このポケモンのやつがちょっとあまりにもちょっとハードルが低すぎたので、まあ、例の、あの番組のね、あのロケに行く件は、まあ、課題クリアですから、それは、まあ、するとして、ちょっと、うん、それは言ってたね、うん、まあ、もう少し僕らに対してハードルのあるような企画をちょっと改めて考え直さなきゃいけないので、ちょっと考える期間を取ろうと思っています。今ちょっといろいろ考え中です。ちょっとそれは準備ができたらまた続報は報告します。はい、報告します。はい。というところで、以上ゲームセンター RGB のコーナーでした。今週のインカネーション。さあ、私ですね、生まれて初めて、タブレット買いまして、あの今週の、あ、今年のベストバイになる可能性高いです。 Kindle Fire をですね、買ったんですね。僕 Amazon のプライム会員なので、あの安く買えたんですけども、かなり制約の多いタブレットなので、最初はどうかなと思ったんですが、これ皆さんぜひ買ってください。 Amazon のプライム会員の方はね、まあ、今更言うなよって話ですけど、この去年出た新しいモデル Kindle だから、電子書籍、本を読んだりするのにも使えますし、漫画も読めるんですけど、何よりね、 Amazon ビデオがプライムビデオが見放題なので、もう暇さえ見つければですね、私今映画を見漁っております。ものすごい解像度で、ものすごく綺麗な映像で、映画を見る専用機になりそうです。まあ、アニメとかも見るけどね。
そんな感じで今回おすすめしたい商品はこちら、Kindle Fire HD でございますね。今週のインカネーションでした。ミュージックマニアックス。このコーナーは言わずと知れた私ヤマドリンがアレンジをしているアニメソングシリーズ、特撮シリーズの楽曲のね、カバー、これをかのインカネーション大先生にレビューをしていただくと、そういうコーナーでございます。インカネーション先生どうぞ。足腰に来てるよインカネーションですけどはい、足腰に来る音楽だったそうです今回は、つってヤマトリンのアルバムが足腰に来てる、ね、長いヤマトが足に来たよね。えこんな感じの今日はですねアルバムをまたレビューしてきて、久しぶりじゃない？でもやるの。そうだね。今回は、うん。私、実は全然畑が、まあ、畑が違うって言っちゃあれだけども、はい、あんまり専門的ではないところ。ああ、スーパー戦隊シリーズですね。そう。もう言っちゃったけど。はい、インスパイアテクのスーパー戦隊シリーズをレビューしていきたいと思います。うん、はい、よろしくお願いします。まずはですね、このアルバムを手に取った方も聞いてくださってると思うんですけど、まだ手に取ってない方が聞いて、見ると思うんですけども、うん、ぜひ手に取っていただきたいアルバムであることは明言しておきます。おー、やりました。なぜなら、まあ、今までもすごく良かった。ものすごく良かった。はい、ね。けど、はい、今回はですね、かなりはしゃいでます、はい、ヤマトリンが。そうっすね。曲作りがはしゃいでるので、ぜひ、原曲が好きな人に聞いてもらって、いろんな感想を寄せてほしいなと。あー、それはあるね。原曲を守った曲が少ないからね。で、原曲知らなくても聞いて、興味があった原曲聞いてみて、なんでこんなアレンジしたのと思いますからね。ああ。要はね、総評先に持ってきましたけど。じゃあ、さっさと行きましょうか。うん、はい、行きましょう。1曲目。うん、動物戦隊ジュオジャ。はい。最新スーパー戦隊のオープニングですね。なんでこんなアレンジしたんですかいやー、なんかやりたくなったっていう。ジャジーでクールだね。普通にアレンジしたらさ、とりあえずさ、前のオーブの時もそうだった、ウルトラマンのね、そうね、うん、第3弾の時の、はい、第2弾のウルトラマン X もそうだったけど、ね、まあ、いわゆる最新の特撮番組の主題歌を最初にポンと持ってくるじゃん、はい、俺最近よく。いや、持ってきますね、ポンとね。割と前のウルトラの時は、まあ、一発目は、の X は、まあ、かなり正統派の、そうだからかなり正統派だったから、こっちはそれが来ると思うじゃん。早速裏切る。だから一発目から一曲目からインパクトが強いで、まあダジでクールな結構いい曲で、うわ、応答がいいですね。ええ、素晴らしいですね、これね、はい、新しく導入したソフトを使ってのアレンジでした。これまたいいですね。かなり生楽器を、うん、まあ、ある程度その演出してくれるやつに、あ、その自分でちゃんと打ち込んだやつといろいろなものをこう駆使して作ったので、今までにない一番いい音を提供ができてると思います。素晴らしいと思います。これ後ろに流れてると思いますけど、やっぱ聞いててね、邪魔にならないというか、それ気持ちいい、うん、メロディーでございます。これでもほとんどボーカルがテストボーカルなの。そうなの。そう、一発これほぼ。ところどころ気になるところだけは後から歌い直してるんだけど、8割ぐらいはテストボーカル一発目でそのままいっちゃってるの。一発撮り。これだからなんだ、夕暮れの喫茶店で流れてても別にね、違和感がないような。さあ次行きましょう。はい、すすめゴレンジャー。これは正統派ですね。これは正統派。はい、ただですね、これはね、評価点が2つありますね。はい、まあ、このアルバム全体に言えますけど、管楽器が素晴らしいですね、私ね。やっぱね、スーパー戦隊はね、管楽器を入れないとダメです。管楽器かっこいいわ、やっぱり。昔の歌ですよ、ゴレンジャーなんてのは。ええ、今聞いても陳腐化しないですね。うん、まあ、このやっぱ曲を書いてる人がね、ああ、渡辺淳明先生と、まあ、そういう大先生が書いてる曲ですから。で、これはですね、コーラスがいいですね。ああ、そうですね。いつも通り大和帝国のメンバーで、歌っていただいているわけなんですけれども。はい。ちなみに今回はこのゴレンジャーに関してコーラス誰が？天月蓮さんと、はい、あと上条優斗さんお願いしました。いやー、美しい、こう交わりがいいですね。この曲が流れる時に言おうと思った重要情報なんですけれども、この曲も実はコラボレーションで作ってます。あ、そうなの。足もすくんとですね、え、タッグを組んで、そうなの、作っているんです。でこのすすめゴレンジャーと超電子バイオマンが、はい、この後、まあ、あと流れるんですけれども、そうなんだ。その2曲はオーケストラの音の部分は彼にやってもらって、それに僕がアレンジを足してるんです。それはね、
素晴らしいですよ。そうザ・オーケストラっていう、あのね、クラシックというか、そうこの後のバイオマンでゆっくり喋るけど俺は。バイオマンすごいじゃん。バイオマンすごいから、ちょっとまあまあ、俺らは本当にそう橋本さんとのコラボレーションで曲も仕上がりもいいし、コーラスボーカルの交わり、これも素晴らしくですね、ここがやっぱポイントで、ぜひ皆さん聴いていただきたいと思います。電磁戦隊メガレンジャー、はい、原曲が結構好きで、実は僕これ知ってるんですよ、うん、メガレンジャー、はい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 、かっこよかった、うん、でこのかっこいい曲どうアレンジするんだろうと思って楽しみで聴いてたんですけど、うん、若干テンポをその原曲より遅らせて、うん、そうだね、ちょっと大人向けのアレンジにしてるなと。そうなんです。で、まあ、これはかなり落ち着いてるし、まあ、仕上がりも、まあ、全体的に完成度も高いんですけど、一つだけちょっと言わせてもらっていいですか、うん、あ、どうぞ。最初やっぱ爆発音入れてほしかったですね。あの電磁戦隊メガレンジャーでしょ。そうそうそう、バーンって言ってほしかったです、ね、それは単純に君のあれだね、原体験的な話だね。大事だと思うよ。いやでもね、それ爆発はね、科学戦隊ダイナマンとかさ、あの爆発がね、過去戦隊の中で最も火薬を使ったであろう火薬戦隊ダイナマンって言われてるぐらいだから、はい、あとね、長寿戦隊ライブマンのあたりもね、カラーダイ、カラー爆薬、色のついたさ火薬、はい、そうカラー爆薬いっぱい使ってたから、はい、やっぱあの辺で使わないと、鮮やかな煙のやつね。そうそう、鮮やかなやつ、やっぱあの辺でやらないといけないかなと思って、今回は爆発音は控えてます。控えてましたか。だから結構その大人っぽいアレンジにしてるんですが、子供向けではないですね。全然子供向けには作ってないです。4曲目、はい、太陽戦隊サンバルカン。太陽戦隊サンバルカン名曲。やっぱりこれも原曲を少しなんていうか、マイナーというか低めにして、あ、そうだね、そう、うんうん、アレンジして、ね、あの、まあ、現代風というか、そうだね、うん、まあやっぱアダルト向けですよね。あの大人向けに、うん、映画とかでもシーンやレイトショーとか向けに、はいはい、あのギャバンがさ、それでさ、ギャバンザムービーっつって最近つく、はい、まあ、最近でも何年か前だけどさ、ってました、ね、当時見てた大人たちに向けて作り直されたやつがあるんだけどさ、はいはい、あ、そういう風にもしサンバルカンがなったらこういう主題歌に変わるかも、まあね、この曲はでも何がポイント、コツかコツかとかポイントかっていうとですね、うん、イーグルシャークパンサーのくだりですよね。あそこ好き。これコーラスいっぱい入ってるからね。入ってる、はい、これは宴メイフォン九段さんとか入ってもらってるので、うん、今回聴いてて楽しかったもん。やっぱり戦隊ものの曲がいいね、うん、寂しくないもん、仮面ライダーちょっと寂しさがあるもん。仮面ライダーはそもそもちょっとマイナー調の曲が多いんだよ。そう、暗いの、まあの彼羊がね、その仮面ライダーさんの羊がやっぱりちょっと暗めですから。そう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 、影を持ってますからね。人で亡くなってるしね彼はね。しかも自分の意思とは無関係に人で亡くなってるので。そうそうそう、孤独のヒーローだからしょうがない。じゃあ次、特装戦隊デカレンジャー。はい、実はですね、見てなかったんですけど曲知ってんすよ俺。あ、そう、これね、原曲ね、なんかその戦隊もののオープニングっぽくない、なんかロック調のかっこいい曲だったのよ。サイキクラバーさんが原曲ですからね。でそれを少しやっぱりちょっと抑えめに、うん、ゴリゴリロックにしないでちょっと抑えめにアレンジしてるのがこの特装戦隊デカレンジャー。そう、ちょっとおしゃれにした感じね。おしゃれにしちゃった、うん、僕の個人的な好みで言えばもっともっとゴリゴリのロックな感じしてほしかったんですよね。あ、メタル的なやつね。アキラさんとかにギターちょっと弾いてもらいたいぐらいの。それをね、避けたわけがあって、はい、なんでしょう、ゴリゴリメタルはそもそもあんのよもう、はい、やっぱすぐ思いつくんだよこの曲をそういう曲にアレンジするのは。あ、まあ、もうまあまあまあ順当ですよねそれがね。そう、だからコード進行ほとんど変えてないけど、音の響きと楽器を変えて、響きを変えて、警察組織だからさこのヒーロー、はい、なんつうんだろうな、危ないデカにしたような感じ。わかる、わかるよ。あ、ね、デカレンジャーって今度ね、ザ、テンヤーザッターかな、はい、あの新しく作るんだよ、もうできてるのはちょっとごめん情報を言い切れてないですけど、はい、それでちょっと要はもうみんなちょっと年を取って落ち着いた感じのヒーローになって出てくるのよね、また今度。だその路線にある程度寄ったのはある。危ないデカになってるって聞いて、あ、そうだなと思ってしっくりきたんだけど。舘ひろしさんとかがね、そうですね、そう、 SPD エマージェンシーっつってそのデカレンジャーは相当見たいけどね。見たいね、さあ次行きましょうか。はい、九段のさっき彼の言ったことをよく思い出していただきたい。超電子バイオマン。はい、超電子バイオマン、まあね、原曲がこの、あーでこうでって言ってましたけど、
まあ、死ぬほどオーケストラチックなアレンジになってるわけですよ。クラシックアレンジですよ。ていうか、これは、俺は聞いてて、鼓笛隊が見えるんだよね。あ、そうだね。うん、間違いないっすよ。で、ヤマトリンが一人で歌ってるじゃん。とても良かった、それも。かっこいいけど。はい、これね、複数人で歌って軍歌みたいにしてほしかったもんね。いや、本当はそうなんだよ。やりたいのはそこなんだよ。だよね、やっぱりね。このオケだとやりたいよね。そう、やりたい。そのバージョンはやりたいんだけど、それをやるためには、もうちょっとこう、時間が必要だった。そうだね。俺もアシュモスさんに作っ、ね、さっき話が出たアシュモス君に作ってもらったやつに、俺もね、楽器を足したのよ、はい。さっきのゴレンジャーもそうなんだけど、ゴレンジャーも、実はね、最初はね、本当にこういう感じ、こういう感じ違うな。クラシック系の音になってたんだけど、俺がね、そこにね、ゴリゴリにギターとか入れちゃったのね。はいはいはい、入れて、足したらすげえかっこよくなって現代風になったんで、それがさっきのゴレンジャーで、これは実は彼のやつに完全にもう合わせて、アシモス君の音源に俺の同じフレーズで俺が楽器を足したのよ。聞いててヤマトリンが作ったようには聞こえなかったわけですよ。ま、だって敵体が見えちゃってるから、俺の中で。そうだね、作るかこんなのと思ったらアシモスさんだったんだっていうのがね。そう、立役者がちゃんといるんですよ。いるんですね、ちゃんとね。これできた時にこれ一晩で作ったんだけど俺、彼は何日もかけてるよ、彼は何日もかけてるけど、それを引き継いだ後の俺が、あ、もうこれスッとこうだっていう答えがパーって見えてきたの。これ、これぜひ、でここにこの楽器足すでしょ、これ足すでしょ、足すでしょっつったらこれができるっていう。これぜひ誰か有志がこのオケをですね、複数人で歌ってみたを上げていただきたいですよね。あ、そうだね、それ聞いてみたいね。聞いてみたいですよね、っていうような広がりを見せる一曲でございます。はい、次はい、スーパー戦隊ヒーローゲッター2016、一番時間がかかったやつです。あ、そうなんですか。もうこれはね、僕は特に感想はないですそう楽しそうで何よりと、ええ、てかこの曲はね、考えちゃいけないと思うんだよね、聞いてて。まあね、やっぱ原曲のね、これはどちらかというと原曲がインパクト強すぎて、まあね、アレンジをしようがないっていうのがあったのかなとは思うよね。いつもさ、曲をアレンジするときリズムとビート変えちゃったりすること多いじゃない、僕ももう最近は。それをやるともうあまりにも歌詞が詰め込まれすぎてて無理になっちゃう、歌えなくなっちゃうのよ。だからそれができないっていうのと、一つも言葉が入らなくなっちゃうからね。そう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 、だから戦隊の名前を言えなくなっていくっていう問題が発生するので、やっぱできないということで、まあ、そこをこううまいこと調整しながらやるとこうなるんだけどさそう考えるとよくはやったかなと思う。あ、まあまあすごい、仕上がりはいいですよ、もちろん、うん、だアレンジがね、そのやりようがない、やりようがないっていうのはあれだけども、うん、こうするのが正解、ただ唯一の正解っていうのが原曲にそうオーソドックスなアレンジで、別にそれが悪いわけではない、ね、で何よりも、まあ、楽しそうにやってるしいいかなっていうのもあるんですけど、うん、なんていうかな、この原曲おかしいよねまあよくできた原曲だと思うよ爆発爆発ダイナマンだもんね、さっき出てきたダイナマンの話だけどもただね、この曲をね、はい、戦隊好きだとね、来るもんあるよ、これは。グッド、時が経っても大人になったとしても、ああ心にスーパー戦隊永遠にっていうね、うん、歌詞いいでしょこの曲。この歌詞やっぱグッときますよね、やっぱりね。これで終わればよかったわけですよ、このアルバムお前な8曲目はい、最後、ああ電子戦隊デンジマン。はい、これボーナストラックです。だから終わってるわけですよ、さっきのヒーローゲッターで。あ、そうですよ。それはもう構成としてそうです。そう。ここで皆さん聞き終わったら、まあそれは正解でもあり、不正解でもあるわけです。これね、聞く人によると思うよ。聞いてよかったと思う人と。これは人を選ぶよ。聞いて爆笑する人と。俺は爆笑したけどね。ああ、電子全体電磁マンって言って、うん、あれも俺の中ではアレンジとしようがないんだよ。で、まあまあ、ああかな、こうかなっていろいろ頭をひねってみるけど、このアレンジは全く想像してなくて。オープニングじゃねえよこれみたいな。いいじゃん別に、それは。俺がこれね、これ仕掛けがあってさ、もうフリーテンポなのこれ、まずクイックライン、フリーテンポで俺が好き放題にギターとりあえず引き倒して、そこにほぼ一発でボーカルとコーラス入れて、でミュートトランペットだけはちょっと打ち込みで入れてるけど、それしかアレンジしてないっす。本当にだから本当の意味でのボーナストラックですよね。そう、やりっぱなし。そう、これはね、ヤマトリンが好きだったら本当に超楽しいと。アルバムの中でね、俺こういう曲って俺あってしかるべきなんじゃないかって思う時期が結構あってさ、必要な要素ではあるよね。毎回必要かつまた別なんだけども、面白かった、良かったです。はい、ありがとうございます。これはね、ぜひ聴いていただきたい。多くは語りませんけどね。はい、
冒頭言ったようにやっぱこのアルバム1曲目から7曲目プラスボーナストラック含めてものすごく面白いアルバムです、うん、すごくで手に取って聴いてみる価値はあると思います、うん、まあ作成というか、うん、作ってくれたヤマトリンさん何かありますかこのアルバムについて。今僕が作れる最高のアレンジだと思いますっつってどこに出しても恥ずかしくないアルバムとして今持ち歩いててこれを、はい、でいや結構だから営業活動してるんですよ今芸能関係の、うん、営業活動するときにどの事務所にも俺はこのアルバムを渡してくるんで最近。なるほどね。こういう曲を一から僕は作れますと、はい、まあオーケストラの音がね欲しいって言われたらいやまあそれはアシュモス君に依頼すればできる時間くれればってのあるんで、はい、そういうね人の力を借りるっていうのも含めて今の僕の力ですってこれ出せる自信を持って出せると思っているそういうアルバムになりました。いやだからヤマトリン今後どうなっていくか分かんないですけど、まあ、歴史を振り返ってターニングポイントはこのアルバムだったんじゃないかと思えるようなそんな期待を込めて、今回のアルバムはね、星4つとさせていただきます。なるほど。新しいルールが待って星上限いくつそれ星100で4とか言われると結構へこむんだけどいや5つ大丈夫5つね、はい、よかったです。以上、はい、ミュージックマニアックスのコーナーでした。はい、お聞きいただきました3コーナーございましたね。まあ、今回の反省としてはやっぱそもそもねダラ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 に喋って撮るべきではないぞということ、もうかなりカットしました。一応全部ね収録したものは一気にチェックをしてですね、編集してったんですけれども、あここ使えないなあそこ使えないなつってるうちにね結局ね使えないシーンのが多いんだよね。僕とインカさんの悪い癖なんですよそれは。でまあ、今回こうね、まあ、結局オープニングとエンディングは彼不在で僕が撮ることになり、まあ、結局は全て僕の落ち度ではあるんですけれども、皆さんにそれで大変ご迷惑をおかけしまして、ね、楽しみに待ってくれてるユーザーもいるというのに、いるのかいるというのに、うん、こんなズル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 来てしまってね、まあ、本当に申し訳ない気持ちが募る中、それでも今しかできないから行ってくるつってミニ四駆やったりなっていうバカげたことをしてしまったので、まあね、次そういうことがないように頑張りたいなと思います。まあ2017年、始まっていきまして、私もインカさんも、いろいろのこう身辺が変わったり、そんなことが始まるかもしれない2017年、番組は頑張って続けていきたいなと、そしてより面白い番組を作っていきたいなと私は少なくとも心に誓ってます。インカさんがどう思ってるか知りません、でもきっと彼も同じ思いでしょう、僕はそう信じてということで、以上 RCB 53rd Complex1ヶ月遅れの新春スペシャルでございました。それではまた次回バイバイ。今週のセクシー、こんばんは、リン姉さんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。歴史的有名人物シリーズ、斎藤道三斎藤道三斎藤道三マムシです。だからだよね知ってた。また来週。マムシの銅山。